はい、どうも、パスカルでございます。まあ、今回なんですけども、狂い月、前回ね、配信させていただいた際に、普通のね、ノーマルエンドはクリアしたんですけど、ただ、もう一個ね、トゥルーエンドというものが、存在するらしいです。ちょっとね、今日は、そちらの方を見ていきたいなと思います。で、トゥルーエンドのやり方は、この、右の、開発資料室さんの方からヒントをいただいたので、今回はね、それを頼りに、まあ、やっていきたいなと思います、すごいね、なんか結構トゥルーエンドやばいっていう話なんで、それはちょっと気になるなと思ったんで、そちらの方、やっていきたいと思います。では行きましょう。はい、じゃあちょっとこれ続きからになっちゃうんですけど、必要となるのがまあメニューね、開くんですけど、このアイテムの、かけるくんのキーホルダー、これをね、かけるくんの場所に戻した状態でクリアすると迎えられるらしいので、やっていきたいなと思います。それまでカット。はい、というわけでここまで来ましたと。これね、ちょっとエンディング見たいんでね、見ていきたいと思います。さあ出ていきましょう。いやもうこれいいよね、これ BGM が最高、すごくいい、もうすごい好きすぎる、マジで天才作ったから本当天才。いきましょう。いいね、雰囲気とかも最高だね。これで変わるはず。さあ行きましょう。え？あ、シン。あ、マジで？あ、生きてたのか。え、ガチで？道、ル？生きてたのか。おー、よかった、マジで？おい、何がどうなって？説明は後だ。早く出ろ。おお、マジか。よかったね。お、あ、これ。なんかちょっと黙った方がいいな。ちょっとマイクミュートにします。
やばい。もう今すごい鳥肌立った。やばいよあれ見てて。やばいやばい、鳥肌止まんないマジで。そういう展開やばくない？やばいやばい、鳥肌怖い怖い。マジで？やばいよ、さっき、いや、これマイクミュートにしてたんですけど、ずっと叫んでた。あの、服交換しようのところから、あ、みたいな。そういうこと？みたいな。うわー。このゲームやべー。